皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日も忍者マスト大をやっていこうと思いますが、今回もコラボでいっちゃいましょう。前回の動画と同じくキムタ君とデニーさんと一緒にやっていきましょう。そして今回やっていくのは家族ボスです。はい、まだ1回もやったことないんですけど、今回初のチャレンジということで、どんなバトルになるのかとても楽しみなんですが、なんといっても3人じゃできないので、温かい家族のみんなにも声かけをして集まってもらってます。イエーイ。はい、というわけで早速家族ボスをやっていきましょう。さあ、はい、それでは家族ボスやっていきましょう。こんにちは、はいはい、こんにちは、こんにちは、ファイト、ファイト、これ初体験やからね、どんな感じになるかね。こんにちは、こんにちは。デニーさん、はよ準備完了してくれる？バレちゃいました、よろしくお願いします。じゃあ行くぜみんな。何で一回で倒せるんかな、キャラクター。あの、コトナー、みんな元気、デニーだよ、デニーだよ。もうよろしくお願いします。腐るほど聞いたセリフやわ。さあ行こう。さあ行きましょう。みんな頑張ってよ、ちゃんと、ちゃんと真面目に戦ってよ。え、さあ倒すぜ。これスピード関係ありますか？いいわ、俺や関係ない。さあ行くぜ。これでも余裕っしょ。あれでも6本ゲージ6本やったら余裕なんじゃん。ザコもしかしたら、あ、弱いやつや。あ、ね、え、全然弱い。これはまあ全然、うん、全然いけますね。寝ながらでもできる。こんなもうあのデコピン一発やで、これ、ね、ねえ、よいしょい、はい、楽勝やん、こんな。はい、出て出て出て、もっとなんかね、金牛もう内容いい、はい、余裕っすね。あー MVP やわ、俺。ありがとう。MVP。あー、すいません。こんにちは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 。こんなんでもいいけど、押してもらっていいですか。行きます。ファイト。ファイト。行きます。ファイト。あ、ファイト。ことね。こんにちは。こんにちは。早いけよ。押していいですか。押して。こんにちは。押させてくださいよ。こんにちは。押させてくださいよ。おっさんですから。こんにちは。こんにちは。やばい、固まった。固まった。ちょっとするから。ああ、びっくりした。はいはい。あ、来た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 。ありがとう。みんな元気。ありがとう。ファイト。行くぜ。ファイト。一発。よし。待たせたな。いや、なんかやっぱ5人揃うと華やかっすね。まあ、そら俺がおるところは全て華やかや。ああ、なるほどね、そういうことね。はい、もうちょっとなんか言ってくれる。もう分からんでもないな。もうなんか、まあ、うん、そうっすね、そうっすね、もうちょっとなんか言う、ね、そこを納得されたらなんか、ね、まあ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 なんだ、まあまあ、しゃあない、まあ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 、しゃあない、まあまあまあ、そうっすね、まあまあ、そうっすね、いやー、よくわかる、おはようございます。はいはいはい、チェ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 、そらまあ、しゃあないわ、しゃあない、はいはい、よるえしゃ、よるえしゃ、おらら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 らデニオ、デニオめっちゃ当ててるやん。僕一人でやってるんすかね、はこれ。なんで？実は家族ボスをお送りする予定だったんですけれども、とってもしょぼい映像だったので急遽 S 級のお尋ねをすることになりました。これ今メンバーは全員暗黒血系の家族です。この5人で、雷恐竜レベル90に挑んでいこうと思います。行きましょう、行きましょう、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、行くぞ。はい、スタート。こんにちは、まあ、この S 級かなり難しいからね。もうとりあえず死なんようにだけ気ぃつけて。多分必殺技打つ前に知るのがもうね、
いやマジで、いやもう攻撃が半端ないからな、ほんまに。火星属性ダメージマイナス 20% なんで、だから俺が一番やばいねこれ。火星属性これ、これはダッシュ関係ありますか？ダッシュは関係ない。あー怖い怖い。みんな元気。18やば、ゲージ18。あーうわあ、やばい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 、やばい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 。編集長ゼロゼロツッアップね。やっぱ鼻水出たわ。ああきついこれ、きつい。やもうこれあかんわ。もう一回やな、もう一回。16個も2人で削らへんやろ。時間が足りないっすね多分。粘ってるな。はい、デリー死んでまえ、デリー死んでまえ、デリー死んでまえ。なんか聞こえてくる。おお、頑張ってる頑張ってる。それ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 、デリー死んでまえ。それ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 、デリー死んでまえ、死んでまえ、死んでまえ、デリー死んでまえ。うわくっこがでで、はやぶれ、粘るな。いやもう、今声だけ聞いたらほんまやばいで。これ、あぶれ。え、でもうまいうまい、粘ってるやん。ちょっくっ、無理。あー落ちた。あーみなつさんも下手やな。いや無理っすね、下手やわデニオ。あんまデニーさんが下手すぎるから。あかんわ、引っ張るわ。もう一回行こう。いや惜しかったな。もう一回行こう。あそうですね、しゃぎすぎて。なんかちょっと集中しないとね。あかんかったな。はい、うん、集中、全集中。行きましょう行きましょう。うわこれすごい、どうやって倒すねこれ。あかんこれ、クラッシュで出てきて、あーちゃー、いった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 マジか、これどうやって倒すんよ。無理だってこれ。よいしょ、なんとか。あーよし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 。私が誰か落ちてる。私です。危ない。案の定私です。これやばいんよな。やばい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 。あー怖っ、なんじゃこれ。しょちょっと宮戸さん、マガタマ使ってるやん。でっつって死んでで死んでもた。あの炭治郎がでっつって死んでもた。レッツ。デニーさん、あの炭治郎がレッツって死んでもた。なんすか、ダンディ坂野すか。炭治郎の声やんか、黒って。ああ。で炭治郎が今レッツって死んでもた。君田君、君田君。絶対聞きたくないです。炭治郎のそんな声。あの港さんがマガタマ使いながら戦ってましたよ。そんなそんな港さん。誰が？コンテに、コンテにしてましたよ。そんなにうちの族長はヘラ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 笑って。仲間が課金を使ってるんでベベッとか。いや炭治郎はそんなこれ聞いたらバカだ。俺は今心が痛くて心痛んだわ。いやだってほんまにあのほんまにだってな。
あの黒が死ぬときに死ぬちょっとやめてもらっていいですか。ほらもうこれはカオマ無理だわ。デニーさんめっちゃうまいな。何や言うて一番やっとんじゃん俺。よいしょちょっとライブ見てみようか。すごいすごいすごい、いやすごいすごいすごい。お、HP 満杯やん。うん、ま、あ、そうなん？体力まだ全然あるっすね。よいしょ。何この肉転がってくるの？時間が、あ、3段ジャンプか、ね、ちょっと時間は足りないっすね。そういうことか。はいで。お、うまい。うまい。すり抜けた。うま。よいしょ。え、うまいやん。すご。おうおう、もう誰も残ってないんですけど。ああ危ない。すごいな、すごいな、よい、うん、これどんな。ああ、どんまいどんまいどんまい。いや、みんな早すぎません。いや、まだ慣れてないとこやね。いやー、まあその惜しかったな。もうちょっとの必殺たまったのにな。なぜなゼロさんが早すぎ。早かったですね。じゃあ初めのあのさ、うん、初めのやつで死ぬんですよ、うん、絶対に。動画見てもろたら分かるんですけど、それうまいことかわせない。初めのやつはかわせないんですよ俺には。いや俺もあの一応さ、ソウがやられてそのマガタマ使って復活しとんねんけど。ああなるほど。でって言って死ぬねん。じゃあ炭治郎のそんな声ほんま。じゃあ俺あのマガタマ使って復活しますんで。いきますよ、倒しに行きますよ。ガチでガチで、うんうん、ガチで行きますよ。ガチでガチでもあのちゃんとあの死んだペッて言ってくださいね。でって言わなくてちゃんと合図してください。ペッペッペーって。あ集中してください、ね、このパターンで始まるよ。集中してくださいね。この秒で秒殺ですからね。一番初めにペっていう人はもう分かったな。いくよ。はい。いや大体もう最初の攻撃は分かってきた。あーここか。耐えた。よし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 よ意外に早かったな。え、もうみんな残ってるんですけど。どういうことですか。もう無理っすよこれ。バリ難しいな。 S、 いやむずいっすね。いやこれきついわ。ちょっとこれ無理ですね。きついな。いやいや、だってもうなんか気づいたらみんないないっすもん。さすがに一人じゃ無理っすね。いやきついな。無理だわ。
まあね、いやこんなもんすかね。たまらん。倒せませんでしたけど。いやどうやったらいけるのかな。ちょっとこのお尋ね物のカードは、次回まで取っといてもらっていいですか。いや、これでも期限あるんですよね。日にちが、そうか。期限あるから、もう今日、今日までしかできんねん。無理っすって。いや、これは無理だわ。一回諦めるか。俺、ノラで討伐するわ。めちゃめちゃキャリーしてもらうつもりじゃないですか。家族を捨てて。白状の男よの。この役立たずどもが。僕、いっちゃん頑張ってましたけどね。そやな、デニーさん強いな。あれ、ミナトさん。ミナトさん、なんか作戦練ってんちゃいますか。ちょっと多分言い訳さしとんちゃうか。でも、ミナトさんって結構強かったはずっすよね。あ、強い強い強い。デニーさん、なんか急になんか強くなったな、はい。この休みの期間頑張って練習しました。あ、そういうことか。はい、やっぱやっぱりあのおっさん二人はやっぱ目がついていかへんな。確かに玉の間をすり抜けるのがきつい。玉と玉の間をね、玉の間、竿は、いきましょう。父の間やったらすり抜けんねんけどな。そうっすね。え、ちょっとどういうことですか。漏れたいっすね。どういうことですか。やっぱ挟まれたいっすね。ニュルンニュルンだな。キュータク、後ろからあのパチコンって来てないですけど大丈夫ですか。大丈夫。背後に忍び寄る影か。シャイグでおい、ここっすよ、まず。こいつが、こいつ絶対食らって。耐えた。なんで食ら、やばいやばい。あー、ちょっと食らったんだ。キックー、もう誰か落ちてる。行きましょう。早っ。これが難しい。おー、あっ、いや突進してきたぞ。今回結構長持ちっすね。うわわ、どうやってかわすねんこれ。これはギャッギャッギャッペ。私に任せる。あぶねえ。これ、よし、よっしゃ、きついわ。あよっしゃ、あや、よし、いける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 、よしよしよし、はい、よいしょ。あー、きつい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 。やばいやばい、死んでたわ。デニーさんでっつって死んでたわ。よし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 、はい、いやいや、はい、よしじゃないし、はい、いや、編集長さんはもう落ちてますよね。だっぺ。デニーさん、デニーさん、はい、今炭治郎がさ、やめてください。水の呼吸。死んでます。いや、マジでその禰豆子を守る側の兄貴のペッっていう声聞きたないっす。俗称俗称。水の呼吸。俗称の方。俗称。みなろさんからコメント来てたよ。はい、はい、武器コストダウンを持ってる人いますかみたいな。わかる。え、なんすかそれ。あー、そういうことっすね。あれでしょう、スキルのクールタイムを下げるやつか。あ、やっべ。あー、あの、うえーって死にました今。どうしたらそれもらえ、あの、声優さん、紀藤さんっていう人なんですけど、紀藤さんっていう女性の方なんですけど、うえーって言って死にました。これ、ね、要は任務か。任務、人任務とね。あ、そうっす、リングのあれっすね。
一応僕 4% マイナスみたいなの持ってたはずなんですけど、どんなやつ、ああ、これどうなの、武器を攻撃力上げるより体力とかかもしんないですね。でもその人数がないわ。ボス以外からのダメージ 4% って意味ないしな。ボス以外、ないな。ボスからのダメージマイナス 3%。 でもそれもまあでかいんだよ。ビビたるもんなんですかね。そういうのでも積み重ねればってやつ。あれ抜けてもた。誰、沼上さんが落ちましたね。どうしよう。それかもうあれっすよね、もう一人ノラで入れるかっすね。ノラ入れるか。ノラ町人とか3とかで入れたら、まあ、クリアはできるでしょう、ね、影人っていうのはある。影人、あら、あ、見捨てられましたね。これはとうとう僕ら見捨てられました。しゃあない、もうダメやってなったんで、キャリーしてもらうしかないですねこれ。そうっすね。ハミル、ハミル、もうメッセージをハミル送ったけど、町人さんやったら帰ってけえへんのかやっぱ。あ、フリーズしてます言ってますね、なんか。あ、ま、だいぶ前か。あ、来た、あと一人、誰。うわ、割り強い、攻撃力2531。あと一人呼びますけど。来た。あ、なんか、あ、来た。うわ、来た。おにぎり。2904。強え。これは。おにぎりってことは、この人もやっぱりあの、ダッツって死ぬかな。そうでしょうね。はい。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。こんにちは。さあこれでクリアできたらええんやけどな。あ、なんか動いてるアイコン。さすがにね、あの、僕はみんなキャリーするんで期待してますぞ。また生きったこと言うてるわ。はじめが肝心、はじめがスタート。そうですね、うん、まずここっすからね。あー、ドラゴンを倒したいな。絶対一発食らってしまった。絶対食らってるもんな。あ、でも 3% の効果結構大きいかも。かわねえ、やれる、やばいぞ、強い、あっぶねえ。さっきこれどうやってかわすんよこれ。耐えた。いける。耐えました。大丈夫。ベッツなってません。下上。よいしょ。やっぱおにぎりめっちゃ強い。やばい。いやー、じゃあの人らバリ強いっすね。見てる余裕ない。死ぬ。もう逆転、開きませんって。もうやめて。コンティニュー、行くよ、行きましょう。で死んでる、死んだ音聞こえた。はい、であと13いけるか。あーべっ、いてー、やばい。無理やって。よし。あれ、おにぎりさんも落ちてますね。ベッツってなって、あ、うち。そんな。
ベッ。いや、マジ難しいわ。あー。一人じゃやった。今人の感染ちょっと見てみよう。この一人で行けるのか。なんなんこの攻撃。やばいやん。やばいっすね。こんなんどうやって受けるかわかんないっすね。やっぱ全部食らってたな。おお、かわしたかわしたかわした。すごっ。あれってああやってかわすんか。いや、ああ、まあ、こんなん無理やって絶対。うわ無理やわ。めっちゃ暴れてるわ。はもうちょっとしてね。でもああ落ちちゃった。そうか、こいつはダメだってなったんすかね。そうか、そうか、ギブアップですな。これはダメですわ。2900の攻撃力をもってしても、いやマジできついな。あ、来た。懲りずに。鉄さん完全に足引っ張ってる感あるわ俺。いや、なんかまずは最初っすね。まずは最初。いや、これ討伐できたとこ見せれるんかこれ。なんとか討伐したいっすね。さあ行きましょう。まずここっすからね。ここがまず感じきつい。最初な、かわす方法を教えてくれ。最初すら避ける難しいねんけど。なのでもう途中やばかったっすね、道中みたいな。ほらかわした。あはは、一発食らう。あ、ここね、ここ。よしよし。あ、ちょやばいって、もう。あっ、あぶねえ。ここどうすんよ。あう。あはははは、一瞬やわ。あっと、きっかー。よし、マジで無理やわ。よし、鉄さん強い。相手でっつったで、まだなんか知らんけど、なんでか知らんけど、でっつった。あー、きついな。よし、これはもう難しいな。デスキュー、うまいわ。よし、うまい。三段ジャンプ結構大切ですね。そうですね、三段あった方がいいですね。でもあれじゃないですか、え、何これ、一撃。うわわ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 。これ無理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 。いやー、あー、これ無理だわ。でもあと10本なんで半分は削れましたね。あー、40%か。鉄さんバリバリやる気やな。なぎさもやる気やな。行きましょう行きましょう。いや、まあ、いけるっちゃいけそうっすよね。コンティニューしてます。いや、俺もう序盤で死にまくっとんねんけど。キムタ君コンティニューしてます。キムタ君はしてます。してるっすよね、うん、で、あれっすもんね、何でしたっけ、炭治郎のやつってサブキャラっすもんね。ちょっと同じキャラ、キャラクター入れ替えようかな。初めにメインキャラでやられると痛いな、まあ、うん、あー、よし、
もうだいぶ最初のあれじゃないですかそうでもないやってそうでもない。痛すぎて声が出ないだけですけどめっちゃ食らってますけどね。めっちゃ食らってんよ。こいつこれやってきったね。こいつあー危ねえ、かました。あーあいたあいってマジかこいつ、ぐえこれな、見事に全部食らうよ。危なやぶ意外とあのゆっくり見たらあーやばい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 、なんでそんなひどいこと。もう3人落ちてる。なんでそんなひどいこと。よしひどい。今回だいぶ頑張っとうで俺。やむわーこのゲーム。いやー、スター、あーはははかん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 。ケツさんすごいわ。だいぶだいぶ俺も頑張っとんねんけど。あー死んだ。この弾な、これ当たったら行くんよな。一撃で行かれますもんね。龍自身に弾のあるやつ。はい。あ、キムタ君頑張ってる。人票と社会人熱大戦人票と社会人熱大戦いや、鉄さんバリ頑張ってる、うん、あいや結構いったんやけどな。聞こえましたね。あ、諦めちゃった。ってことはまあ町人影人みたいなやつ。絶対無理だわ。影人とか招待したいんじゃないですか。これ無理。これ無理。やっぱ無理か。いやいや、多分おかしいやつやるって。すんごい、どう、すんごい強いやつ呼べません？今、あの、影人、招集しとうけど、入ってけえへんな。安西先生や。お、来た！影人来た！ お、来ました。ロロ、いや、もうちょっと忍者変え、来ましたね、なんか。忍者変えさせて。ちょっと待って。キャラクター変える。忍者、黒にする。あれ、ステータスめっちゃ低いねんけど、なんでこの人。OK。もしかしたら、コンティニューする気なんすかね。あ、かもしれへんな。コンティニューしたら多分あれでしょう。ゲージ溜まった状態で出てくるんじゃないですか。忍術みたいな。そっか、ほんまやな。だから1回目落ちてもその2体目のガチキャラの忍術で一気に倒すみたいなことなんかもしれないですね、うん、俺も今それを願って初めに捨て駒を。でも編集長なんか一発で死ぬんじゃん。はい、多分秒殺ですよね。ベッツって多分2秒ぐらいで聞こえますよ。これ動画見てもらったらわかるよ。クソやからほんと戦力になってないわ。よしかわした。かわしてくるわ。あいあーいやばい、ミリあーいやばい。こいつチートか。いや、やったマジで痛い。え、なんかでもさっきのロロさんっていう人めっちゃ点数稼いでますよ。さすが、さすが影に6万点お前。私には使命がある。一括
よいしょ。いやこれほんまマジむずい。こいつ体当たりしてくるやん。やば。あーミスった。おー、うん、よし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 。めっちゃ早いめっちゃ早い。ゲージ減るんか。あロロさん11万点これ。あこれあこれやばいね。体当たりやばい。これどうやって避けるんですかあれ。ちょっとロロさん見てくる。強いレベッチ。あんなん避けられへん。でいやーマジか。キムタさんがお亡くなりになられました。やばこの人バレ強い。僕がお亡くなりになりました。やっぱ影人のレベルちゃいますね。今感染しますね。うまっ。全部かわしてるかわしてるかわしてる。さすがに一人じゃ無理になってんすから。ダメージもなんかそんな変わってないよね。あね全然減らないね。一発当たって。あくまり命乞いか。これで最後だけど全然減ってよ。必殺技は使わない。なんか意味あるんじゃない。タイミングで狙ってるとか。えコメントなるほど上下でいけるんだ。あーえギリ耐えてる。おおおおおおおすげえ。もう6本までいっと。おおい。あえあれクラウン。あクラウンか。頑張れ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 。おおすげえすげえすげえおおすげえな。すげえ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 。あなるほど。クラウンや。うわーまあでも絶対どうしても食らう場面はあるんでしょうね。うわーうわーすっげー。あと4本この人残ってくれたらいけますね。いやでも、まあ、でも出るか。あ無理だ。 うわー惜しい惜しい。いや復活あ出ました。おおしないあれすげえっす。あーそういうことか。やっぱ忍者最初弱い方がええか。あっいいか。あこれこんな疲れるゲームやった。いや希望見えましたね。確かにすごい。とりあえず必殺技一回打ちたいな。うんそこまでは粘りたい。最初もちょっとずつ慣れてきて生き残る時間も伸びてきたからな。うそうっすね。こいつ2段ありがとう。あっ言うてたらめっちゃ食らった。同じくっす。なんかさっきとパターンちょっと変わってる気がしたんですけど気のせいです。気のせいやな。よし。で。ああ無理だこれ。おい。テニさんマジ頑張って。ロロさんがおったら多分いけるわ。よっしゃゴリゴリヘッドゴリゴリヘッド。こんな鉄さんも今回バリ頑張っと。すごいね。うわいやすげえすげえ。次食らったら終わる。えいや鉄さんもすげえことなっと。でいやデニオまだ生きてるよ。
目いた？行きました。メインの YouTuber さんにが死んだ。これ何の動画ですか？他力本願の他力本願事件。こんなバカなことでもあと6本っすね。いけるんちゃう？いけそうっすね。感染動画やんこれ。いやでもこれはちょっとほんまあのキャラの強さなかったら無理やわ。そうっすね、うん、ダメージ量が全然違いますからね。うまっ。これで最後。だって必殺技あと5本4本これいけるわ。頑張れ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 。やっぱバリアもいるんですね多分。うまこれは。おお、いや、あ、倒した。あと3ゲいけますね、これ。あと1本、あと1本。あと1発。おお、おお、いった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 。すごい、すげえ。うわもういいね、何回もしちゃう。いいね、何回もできひんけど、ちょっと友達なっとこう。僕も送りました。友人申請送りました。あ、しまった、あの画面に戻られへんねや。何の画面ですか？あのチームの画面ですよね。そういや、なんか豪華なもんいっぱいもらったわ。やばねえ、僕そんな絵の出て、あ、作成残片しかもらえなかったですね。ありがとうございます。しかも、これめっちゃいいんじゃないですか。1回目のダメージも効果できる。キムタ君、これどうやってこのお尋ね物のやつ手に入れたんですか？あ、なんかでドロップしたはず。いやー、かあと S 級はなんかで買うかっすよね。僕はでしたっけ、なんかミッションの1600円のやつあるじゃないですか、うんうん、あれ買ったんですよ。でそれの報酬で S1 個もらいました。いろんなところでそうやってもらえるよね。まあいいやな。そうね、ちょっと気になったのが、俺の携帯だけラグが大きいなっていうのがよく分かった。うん、なんか見とう場面ちゃうんかなと思うぐらい。わかりました。お、鉄さん。うん。おお。だって残り3ゲージ敵まだあったのに、みんなもう終わったーって言ってましたからね。えって。そうなんみたいな。でも携帯なの。